皆さんこんにちは。しっかり食べて体の中から美しく美人レシピの時間です。先生今日もよろしくお願いします。今日の料理何でしょうか。オムライスを作ります。材料はご覧のものをご用意ください。今回は着色料や保存料を使用せず真っ赤に完熟したケチャップ用のトマトで作った洋風万能調味料カゴメトマトケチャップを使います。いつものオムライスをより美味しくしますよ。玉ねぎはみじん切りにします。鶏もも肉は1センチ角に切ります。フライパンにバターを溶かし鶏肉、玉ねぎ、洗ったお米を加えて炒めます。炊飯器に入れた後、コンソメスープ、塩、コショウ、カゴメ、トマトケチャップで味付けし、炊き込みモードで炊きます。ミレーのワンポイント。お米を炒めて炊くことで、香ばしくて美味しいチキンライスになりますよ。ボウルに卵を溶きほぐし、塩、コショウで味付けします。フライパンに油をなじませ、余分な油を拭き取った後、卵を流し入れ焼きます。フライパンの真ん中にチキンライスを乗せた後、そのままお皿に返して形を整えます。お好みでケチャップをかけます。オムライス、出来上がりました。